殊詐欺防止 PK 戦。さあ始まりました、特殊詐欺犯との PK 勝負。財産を守れるのか騙されんぞ。対する怪しい男は息子を名乗っています。ボールをセットした怪しい男、財産を奪いにボールを蹴った。うわーっと、これは逆を突かれたか。騙されんぞ選手、財産を奪われてしまうのか。蹴ったボールがゴールに吸い込まれる。うわっと、なんと自動通話録音機が止めた。備えあれば憂いなし、無事財産を守り抜きました。詐欺電話のおよそ9割は自宅の固定電話にかかってきます。自動通話録音機や迷惑防止機能付き電話機を設置し、電話には出ないようにしましょう。騙されないと思っていても騙される。みんなでストップ特殊詐欺。